はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイです。キリンの氷結の、北海道産のメロン。ですね。メロンです。アルコール度数 4% と低め。果汁が 0.4% と、これも低め。これね、最近気づいたんだけど、ここに貼られている、これシールあるじゃないですか。これを俺、集めたら、結構毎日のように俺酒飲んでっから、意外と、なんかいけるんじゃないかと思ったんだけど、そんなでもないんだよな。これだったらほら、氷結専用アイスボックス、トリプルミックス当たるって書いてあるけど。こういうの集めた方がいいんじゃないかな。今更だけどね。すんげえ今更だけどな。原材料はメロン果汁とウォッカと糖類と、酸味料と香料。北海道産メロンの氷結ストレート果汁を使用した上品な香りとまろやかな味わいのみずみずしい美味しさ。これは限定出荷ですね。またメロンか。これ香料がすごいねん、どうせ。このメロンのさ、ものすごいこの、香料をふんだんに使った、この香りがさ、香料がさ、ものすごいんだよ。絶対。絶対ものすごい。乾杯。ああ。うえ。本当にあれだな。ああ。なんでお前氷結ってググったらお前。氷結ってやって。スペースをしたらさ、なんでお前さ、表に結果のケツでさ、氷結って、議事手続きにおける一個の問題に対して議長の要求により、出席議員が最終的に採決を意思を表示してかとするなんとかかんとかとか出んだよ。バカ。頭狂ってんのか。そんなググるやついねえよ、死ね。ほんとさ、グーグルさ、頭を時々おかしいさ、あれするよね。ほんとにさ、いい加減にしろよ。氷結と。氷結の、あれよ。キャンペーン。氷結の？もう終わったんじゃない？これ。ちょっと待って。これさ、もう終わってるだろう。よく考えたら。あ、終わってるわ。専用アイスボックス、キャンペーン、とっくに終わってる。クソ悪だ。俺大体買ってさ、すぐ飲まないんだよね。結構買ってる、買い置きがあるからさ、あれなんだよ。どうしても、いや、賞味期限は切れてないんだけど、2018年の4月まで大丈夫なんだけど、大体、結構ずれるんだ。でですね、関係ないんですが、こちらこの、キリンの新一番搾りって、俺が以前飲んで、うめえっつって、これはうまいって、太鼓判を押した新一番搾りなんですけど、こちらはどうやらですね、美味しいに投票してと、投票する。
ああ、もうめんどくせえ。じゃあいいや。ここにありますね。なんか、投票形式であるんですけど、美味しいっていう投票が 13,935 件あって、今ね。で、お、変わったっていうのが 6,208 件あって、逆に、飲んでみたいっていうのが 19,509 件。そして、うーんっていう微妙な、これまずくなったやろっていうやつが931件あります。ということは、おおむね、もう完全にうまいってなってるみたいですね。うん。これはあれですね。これは、俺が思っていた以上にうまいっていう人がいるみたいですね。うん。で、逆にまずいって言ってる人が931件しかいないっていう、それの14倍ぐらいの美味しいっていう評価があるわけですから、これは、俺一番搾り、新一番搾り飲んだ時に、これかなり味変わってコクがすげえ増えたんで、これさっぱりしてるのを好きな人にはまずいっていう人も結構いるんじゃねえかと思ったんですけど、そんなことなかったですね。みんなうまいって言ってることってことは、うん、まあ俺と味覚は同じなのか、みんなうまいって大体うまいって言ってるからね。で、変わったって言ってるのも6208件あるわけだから。うん。明らかにコクが増したんで、絶対まずいって言ってくるやつ出てくるだろうと思ったんだけど、そうではなかった。でも、実にうまくなりましたよね。うん。今までの表記と俺二つ星つけてたんですけど、四つ星になりましたからね、確かね。四つ星か、下手したら五つ星ぐらいのうまさになりましたからね。急激に変わりましたね、あれは。恐ろしく変わったという。よくあそこまで味変えたなって。札幌のさ、なんだ。エビスみたいなさ、クソみたいなさ、劣化エビスにした札幌とは大違いだよな。逆に考えてさ、なんでさ、今までこんなコクなかったのかわかんないですね。一番絞りね。今までさ、コクこんなにクソみたいになくてさ、薄いさ、味だったけどさ、だから売れねえんだよって思ってたけど、すんげえうまくなったよね。うん、本当に、まあ、飲んでみて、マジで。てか、さっきの投票でさ、飲みたいっていうやつが一番多かったけどさ、19000件ぐらいあったけどさ、そんぐらい買えよって。まあ、200円ぐらいで買えるんだから買えばいいのにな、どこでも売ってんのにさ。コンビニでも売ってんのにさ、バカだよな。そんでわざわざこのサイトまで来てさ、飲みたいってさ、投票するやつ、マジ頭狂ってんだろ。じゃあ今から買いに行けよ。マジで。まあこの氷結もまずくなった部類ですけどね。氷結はまずくなったんだ。氷結はアルコール度数が 5% ぐらいになってから、昔 6% だったんですけどね、それが今 5% になった。レモン味とグレープフルーツ味、これレモン味が俺一番好きだったんですよね。氷結チューハイの中で一番好きだったんだけど、今もうダメですね。
まあ、いわゆるこの今、氷結のプレミアムっていうのが売ってるんですけど、その味になったっていう感じですかね。それが、デフォニーじゃなくて、もう、今までの味がプレミアムになっちゃって、実質値上げしたっていう感じですね。うん。だからもう、氷結は俺買わない。買わないって言ってもこれ買ってるんですけど、これは俺が買わないのはいわゆる、あれですね、レモン味とグレープフルーツ味ですね。二度と買わねえ。明らかにまずくなったからね。恐るべきほどまずくなってるんで。二度と買いませんね。うん。もうはっきりわかるね。アルコール度数が 1% 減ったっていうのを、に対して味がもうものすごく劣化してるのが、すんごいわかるんですよ。俺の味覚ほぼ天才肌だからね。俺の舌マジで天才だと思うわ。我ながら。多分誰も思ってないんだろうけどね。もう、アルコール度数がさ、1% 減ったくせして、なぜか、果汁は上がってなくてそのままなんですよ。据え置きなんだよ、確か。じゃあ、その 1% 減った分どこ行ったのっていうと、結局のところ薄くなったっていうことですよね。うん。まあ、結果として炭酸水になった。もうそれだけなんだけど、明らかにまずくなったもんね、氷結はね。これ分かる人だけでいいんだけど、多分誰も分かんないんだろうけどね。ものすごくまずくなったね。恐ろしく。だって俺が二度と買わねえって言ってるんだから。そんぐらいまずくなったってことなんですよ。完全に。うわ、何これって。明らかにまずくなって、もう買わねえっていうレベル。俺が今までずーっとうまいうまいって言って飲んできたのが、いきなりまずくなって、もう二度と買わないですよ。真逆ですよ。180度反対になったんですよ。恐ろしいよな。すごい、逆に。ある意味すごい。これは。でも一番絞りだけは褒める。うん。そこは褒めます。一番絞りはめちゃくちゃうまくなった。で、あと、キリンの淡麗の極上生はものすごくまずくなった。淡麗ね。これも忘れてないよ。キリン淡麗。淡麗まずくなったよな。これももう二度と買わないっていうレベルですね。二度と買わねえって。キリン淡麗生がなくなって、キリン淡麗のがさ、極上になってからさ、何が極上だよって真逆になってんだよ、ボケ。恐ろしくまずくなったよね。二度と買わねえってなったね。まあ多分俺の味覚についていける人は多分数名しかいないだろうけど、うん、でも極上はやっぱまずくなったっていう人おったね、うん、結構いたよ。2ちゃんでさ、すれ立ってたもんね。極上まずくなったって。そんで結構レスついてたから、あー確かに結構レスついてたからね。まずくなったと思うわ。あれは何が極上だよって。ボケカスって、ボケカス、うんち、お前らうんちって、うんちでも食ってろってレベル。
まあ、これはまあ、別に普通じゃねっていう感じだな、これ。このメロン。3、4、4、2、3です。ごちそうさまでした。